チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、監督です。3月29日の、足が速くなるトレーニングを皆さんにまた紹介していきたいと思います。今日は、腸腰筋を使っての引き付け動作、このトレーニングを徹底的にやっていきたいと思います。今日はその動きはこのバランスボールを使ってやっていきたいと思います。では早速いきましょう。はい、まず、バランスボールに、片足の膝あたりを乗せてください。で、乗せた状態でそのまま体を前に置きましょう。なるべく手の位置はなるべく前の方に置いて、で、片足は前の方に膝を曲げて、こうやって支えてください。で、この状態で、この伸ばしてる方の足、バランスボールに足をつけてる方の足を前に引きつけていきます。こういう動きです。とにかく、ポイントとしては、このバランスボール、とにかく遠いところに手を置いてです。遠いところに手を置いて、しっかりと前後に股関節を開いた状態で、引きつけていくと。で、ちっちゃくこうやってやってもあまり意味がないので、とにかくできるだけ大きく動くように意識してみてください。はい。このような動きをすることによってですね、しっかり腸腰筋が引き伸ばされた状態から収縮をしていくという動きになっていきますので、すごく走るにも生きるんじゃないかなと思い、このトレーニングを紹介させてもらいました。だいたいね、これはね、思い切ってね、片足50いっちゃおうか。ね、片足50。これ3セット。やってみましょう。ですけど皆さん大丈夫です。僕たちは、これをタバティでやっていきます。毎度毎度すいません。このタバティはサブチャンネルの方でやっていきますので、ぜひサブチャンネルも、ご覧になってですね、一緒にやりたいと思う方はぜひサブチャンネルで僕と一緒にタバティやっていきましょう。はい、今日はこれで終わりたいと思います。それではまた。